制御装置ね。どれっすかね。病気ってやつは出せ、命取り出せ。Put your left hand into the box。未来戦隊タイムレンジャー201回目の視聴でテーマレビュー。はい、どうも、MC リカのタイムレンジャー姉さんこと、ゆりかです。現在、東映特撮 YouTube オフィシャルにて配信中の未来戦隊タイムレンジャー。この番組がちょっと頭がおかしいぐらい大好きなお姉さんが、1話1話のレビュー動画を作成して毎週上げている連載となります。タイムレンジャーを見るのが完全に初めての方でも、私の動画楽しんでいただけるように、盛大なネタバレなどはせず、話す内容のね、台本もかなり気をつけながら書いておりますので、皆さん楽しんでいただけるかと思います。それでは波乱の展開が続いておりますので、早速今日も行きましょう。ケースファイル29。炎の新戦士。時空を裂いて現れた恐竜型ロボが街で暴れ回る。それは30世紀で時間色実験に失敗し、行方不明になっていた恐竜型ロボ VX だった。VX にセットされているはずの制御装置がない。タックが制御装置のパルスをキャッチし、現場へ向かって有利たち。制御装置をめぐり争奪戦を繰り広げるロンダーのタイムレンジャー。だが、達也抜きで有利たち着戦。と、その隙に制御装置を手に入れようとする。滝沢直人の姿が。さて、この回は第28話の終わりから続いております。前回の解説動画でもお話ししたんですが、この現場にいるメンツ。タイムレンジャー、タック、滝沢直人、浅見会長、シティガーディアンズ、ギエン、ウィレックス。このメンバーは覚えておくといいかもしれません。今後の物語において重要な人物たちとなっていきます。ウィレックス、どんな掘り出し物だ。私も大好きな VX なんですけれども、タイムレンジャーのメカの中では一番人気かなと思います。無類のメカ好きのギエンがあれだけ参照しているっていうことはね、素晴らしいメカなんだろうなっていう、ギエンのことを信頼している私っていうのもありますし、メカが好きでね、特撮が好きっていう方々で VX がものすごく好きっていう方も結構見かけるので、非常に魅力的なメカなんじゃないかなと思います。VX とは非常時を想定されて作られた生体メカ。開発されたばかりの時間移動実験に使われたんですが、その実験は失敗、ブイレクスは戻ってこなかった。しかしタックはこの実験の詳しいデータを持っています。滝沢直人、シティガーディアンズの隊長が負傷したということで、隊長代理を会長に直々に自ら申し出るというね。シティガーディアンズは優秀な人材を集めた、その一員であるとはいえ、言ってしまえば、巨大な組織の一員に過ぎないわけで、その中でもどうにかして自分を会長に認知してもらおうという姿勢でね、ぐい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 と行きます。ですが、そこら辺の人間に任せるわけにはいかない。直人としてもすぐにオッケーなんて言われるわけもないことは分かっていて、まず自分を認知してもらうために行ってはいるわけなんだけれども、しっかり毎日一生懸命働いて業務に取り組んでいた中で眼中にないというね、改めて厳しい現実を突きつけられるわけなんですけども、ただ実直に一生懸命働いているだけではなかなかすぐに認められるわけではないっていうね。会社や組織の中だけでなく、我々がいろんな場面において共感できる気持ちなんじゃないかなと思うんですけれども、ただただひたすらにまっすぐに素直な努力を続けるっていうだけでは難しい。だからこそ何か少しひねった考え方、近道になりうるやり方っていうものを探さなきゃいけないわけで。制御装置ね。囚人紹介タイム。囚人番号を含め武器密売人ハマー。明確にどのような説得の仕方をしたのかは映されてないんですけれども、おそらくギエンは自分たちのタイムロボとかタイムシャドウみたいな巨大メカがないから、ウィレクスを手に入れた方がいいみたいなことを言って、ドルネロが、なるほど、わかった、じゃあどうするんだっていうことで、このハマーを制御装置を探させるという理由で回答されました。この作戦には賛成したものの、ドルネロはギエンの様子をすっごく気にかけていて、おめえの悪い遊びはそろそろごめんな、すまんな、こればかりは病気のようなもんで。そして非常に深刻な表情をしたドルネロが、病気ってやつは下手すりゃ命取りだぜ。というわけで、この回は VX 制御装置をめぐっての、タイムレンジャー、ナオト、そしてロンダーズの三つどもえとなっております。トモロリサーチの後をつけていたナオトも現場に到着。そして、当然変身などしていない、自分の体一つと、シティガーディアンズに支給されている武器一つで、太陽のゼニットと戦える戦闘能力の高さが伺えます。ですが、彼のこの戦闘能力の高さゆえ、そして、柳やつオーラが強い。すぎるがゆえに見落としがちなのが、彼は本当に命がけでこの制御装置を手に入れようとしているっていうところなんですよね。あれ
が欲しい、自分のし上がりたいっていう、なかなかそんな軽い生ぬるい覚悟では出られない行動に出ています。そして制御装置を使って自身をかばった瞬間、ゼニットが撃ったことによってドゥルルルNow I'll start up. Put your left hand into the box. すると、ウィコマンダーが登場しましたよ、皆さん。ここでちょっと、この回の本筋とはずれるお話を一つずっとしたかったんで、このタイミングじゃないと多分話せないと思うので話すんですけれども、ナオトはこの時の英語をすべて、とかなることもなく理解して淡々と進めているわけなんですけれども、タイムレンジャーの戦士って全員優等生なんですよ。ドモン以外。ごめんね、でも大好きなんだけど、優等生とは言えない。っていうのがね、今お話ししているのがナオトについてなんで、まずナオトについて。彼は自分の実力だけで、高校、大学、這い上がってきて、推薦入学っていうのはお勉強がどこまで求められるかっていうのは大学にはよると思うんですけれども、フィジカルだけでなく、頭脳や学力の面でも優れているということがわかります。達也は、ナオトの言葉を借りると、お坊ちゃまの特権があったとはいえ、そういう環境だからこそ、成績などある一定のレベル以上は保つことを求め慣れていたということが推察できます。ユーリは優秀な捜査官、シオンはハバード星人、綾瀬は冷静な分析力、俯瞰した物事の見方、精神年齢の高さ。学生生活において彼が優等生タイプだったかなどは別として、一般水準以上の頭脳や学力を持っていること、そしておそばについて詳しいところなどを見ると、いろいろなものに対して関心があったり博識だったりするっていうところも見受けられます。ということでね、タイムレンジャーナオト含めてね、結構できる子の集まりだったりするんですよね。そしてもう一つ見落としたくない点として、滝沢直人の登場というのは気難しすぎて、そして野心的なところがムンムンに出ていて、達也に対して個人的に思うことがいろいろあるがゆえに嫌な言動をしているところなのが目立っているんですけれども、彼が道理倫理観、人間としての善悪を決して誤った人間ではないというね、それがわかる言動というのがこの28話から30話の間でもありまして、ちょっとは市民の人たちを避難させるために懸命に動いているところ、仕事においてはもちろん自分が上に行きたいっていうものは自分の中にあるとはいえ、真摯に向き合っているっていうところが伺えます。そして2つ目がこの達也との29話でのシーン、達也に助けられた時に、直人逃げろと言われた時に、お前に助けられたまま逃げられるかっていう、なんかすっごく嫌なトーンと言い回しなんですけど、でもこれ言葉の意味としては普通にお前に助けてもらって、しかも達也がこう半病人で倒れていてっていう状態でそのまま放置して逃げるなんてね、そんな卑怯というか残酷なことをできるわけないでしょっていうことを言ってるっていう、すごく普通のことを、まあ、直人の語彙で言ってるというかね、そういったところがね、普通の人間であるということがわかるかなと思います。そしてスタートアップコード、タイムファイアー、タイムファイアー、タイムファイヤー！笠原さんの声じゃないと全然ダメだな。というわけで、ザ・ファイヤー！タイムファイヤーという戦士が初登場、滝沢直人が変身しました。しかし、どういうことだ？あんなスーツの情報はない！タイムファイヤー、スーパー戦隊初の二人目のレッドという戦士でございます。特徴としてはタイムレッドとデザインが酷似しているところ、そしてタイムレンジャーが5人でしかできないアシクレートという作業をね、一人で完結させることができる装備である。実験台となったハマーを一人で見事に倒します。ファイヤーの装備が強力であるとはいえ、その戦闘現場を見ていたドモンが思わずつけ、と漏らすほど、ナオトは確かな戦闘能力と技を持っています。初変身の時に何のこっちゃ分かっていない状態である程度戦えてしまうっていうのも、達也との共通点ですね。その二人がお互いの顔をこうして対面しているような形でこの会話終わります。ケースファイル30、届け炎の叫び。 V コマンダーを手に入れテンファイアとなった滝沢直人、達也たちは V コマンダーを渡せと言うが、野心家の直人が手に入れた力を手放すはずもなかった。またはさらに戦力を整えようと、ユーリたち4人をシティガーディアンスに迎え入れようとする。そんなことは知らず直人を説得に向かう達也だが、直人は達也を挑発し対決を挑もうとする。5年前インターハイの空手決勝で対決していた2人、直人はその時の決着をつけようというのだ。直人はいきなり繰り出す攻撃に達也も応戦する。戦いは激しさを増し、ついに装着したタイムレッド対タイムファイアの対決に。そんな時ウィレックスが再び街で暴れ出した。この回は直人がどうしても V コマンダーが欲しいって言うんだったら、浅見
に力ずくで取りに来いと言って始まります。浅見会長に V コマンダーを手に入れたこと報告に上がったなぁと、次は必ずあの V レックスを手に入れます。ギラギラの目で放つんですが、必ずという根拠はあるのか、言うだけならただ結果を出すまでは認めないっていうところが浅見会長のビジネスマンとしての信念かなと。しかしタイムレンジャーが1人手に入った、あと4人揃えば完全というわけだというセリフがあって、これはね皆さんご存知かと思うんですけど、私が浅見会長に恋してるのかっていうぐらい、浅見会長この時何考えてるんだろうって話ばっかりしてるんですけれども、その中で劇中唯一と言っていいほどちょっとその考え安直すぎないっていうセリフだったりして、皆さん大前提として分かってるんですよ、私あんまり言わないようにしてるんですけど、これはドラマの世界だからね。その上で私はいろいろ自分なりに考察分析したいわけなんですけれども、純粋にも世界は非常事態となっていて、こういう大々的な活動に手を出した以上はどん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 そこから伸ばしていくしかないっていうのが浅見会長の現状置かれている立場かなと思いますので、タイムレンジャーという未知の科学でこれまでロンダーズに対抗できていた組織が5人という体制で戦っているっていうことを考えると、あと4人っていうことをとりあえずそのまま自分のとこでも取り入れようっていう発想なのかなとか、スカウトしに行く達也はね、確かにおめでたいやつですけれども、この数日間ナオトに嫌なこといっぱい言われるわ、親父にバレるわっていう中で、仲間と一緒に頑張ってやってきたタイムレンジャーとトモルサーチっていう活動に浅見会長が勧誘してくるっていうのはやっぱりねかわいそう。浅見会長がどういう動機でこういう行動に出たのか、おそらくは本当にあくまで推測にしか過ぎないけれども、やはりこの非常事態ってなった中で、とにかく自分を動かしている戦力っていうのを強くしていかなきゃいけない、もう大胆に行動しているっていううちの一つであって、でその上で一つ大人になってから気づいた点としては、達也は関係ないと言って達也をこう省いて、子供の時は意地悪しないでよお父さんって思ったんだけど、今達也に声をかけても自分のとこには来ないっていうことを分かっているから、最初から4人に声をかけているっていうだけっていう、そういう単純なことに気づいたんだけど、いずれにせよ達也から4人を取らないでよとはね思っちゃうシーンではありますね。さてちょっと順番前後はしてしまうんですけれども、こういった出来事が起きる前、トモロリサーチでは VDX ファイヤーのスーツなどについて話し合いをしているわけなんですけれども、時間報告局からは一切の連絡がない、タックの中には情報がないということで、みんな頭を抱えています。この会話をしている中で綾瀬がふと、もしかしてタイムファイヤーのデータも VDX の実験データもコイン削除されてるのかもな、俺たちが時間移動する前に、その発想はなかったといった感じでみんながってしている中、ユーリがとにかく当面の問題は VDX よ、みんながこういろんなことに不安になってうわーってなっちゃう前にこうね、今考えるべきは VDX、 今向き合うべきは VDX っていうところにねこう焦点合わせるっていうところでね、綾瀬の鋭さもすごいけれども、ユーリのリーダーらしい発言も素晴らしいなと思いました。どういうこと？タイムレンジャーが一人増えたなんて。よくはわからないが、VDX と整理装置はこいつに奪われた。すっごいのんきに言ってて、面白いんですけども。っていうことは作戦失敗じゃねえかって、トルネがぶち切って。囚人紹介。密漁者マスターハンター、VDX を捕獲する目的で義援に回答されます。ドニー・クルーガー第2弾の囚人でございます。違いますね。声の出演が稲田哲さん。タイムレンジャーの中では、K スパイル8芸術に爆発王の囚人、ナボコフも演じておりました。さて、先ほど真面目にお話をしたシーンについて楽しくお話ししたいと思うんですけれども、浅見会長のトモロリサーチの方も、これ非常に珍しい。初めてですね、ユーリたち4人と浅見会長が対面するっていうシーンがね。で、浅見会長が責任者と話がしたい。リーダーは？ま、俺っすかね。そうだったね。誰でもいいわよ。トモさんで大丈夫ですかね。この十数秒間の間に、私はこの4人の関係性と良さっていうところがね、全部詰め込まれてると思ってて、すっごく大好きなシーンなんですけど、まずリーダーはって聞かれて、ユーリが全く反応しない、自分がじゃあ私が聞きますっていう風にも出てこないっていうところね。ユーリは実質的タイムレンジャーのリーダーなんだけれども、自分のことを別にリーダーだと思ってやってるわけじゃなくて、その場その場で適切だと思ってることを言っているだけで、私はリーダーですっていう感じでやっている人ではないっていうところがね、まずユーリのいいところが出てるなと思います。で、俺っすかねっていう調子者のドモン、それに対する綾瀬の父
っていうこのね、そう、そのね、ドモンが、ん？って言って見る、この二人で別に喧嘩勃発まではもういかないんだけど、なんだろうみたいな、この二人のね、私が大好きなこのコンビのやりとり。で、その中で、ドモンさんで大丈夫ですかねっていう、シオンのかなりドモンに対しては辛辣なことを言うっていうところ、この四人の関係性っていうのがすごくよく表れているなと思って、私はね、このシーンすんごく大好きで、この回見の時何回も繰り返し見ちゃったりします。さて皆さん、問題のシーンですよ。達也とナオトの対決。まず注目したいのが、達也が初めて敵以外に拳を向けたのがこの回でございます。もちろん達也発信ではございません。ナオトはもちろん本心ではあるけれども、どちらかというとその喧嘩を吹っかける前っていうのは、達也を喧嘩する気にさせる挑発をするために思いつく限りの嫌なセリフというかを言ってるっていう感じではあるんですけれども、ナオトが一発目殴ったとはいえ、これまでの回のどのやり取りでも自分が殴られても絶対に殴り返さなかった達也が殴り返します。これは非常に大きなことですね。達也は特に K スパイル17ねじれた政権で分かりやすく描かれてるかなと思うんですが、喧嘩の道具に自分の力は使わないという人物です。ですがナオトの挑発に乗ってしまい、達也も自ら進んで殴るというね、ナオト自身がムカつくという気持ちよりも、まるでこれまで自分が青年で、ね、ある程度大人になってきてから嫌だったことを全てナオトにぶつけるかのような戦いをね、達也はしているように見えます。そしてついに怒りが頂点に達した2人は決心までして戦ってしまうわけなんですけども、これアクションシーンとしてはね、非常に魅力的、ものすごいシーンではあるんですけれども、これ私いじりとしてよくこのシーンについて言ってるのが、おしまいの現代人コンビっていうね、2人とも主的な感情で30世紀の未来の科学と力を利用して喧嘩の道具に使っているんですよ。何やってんだよこいつらって感じだなと思って。これはインターハイの決勝のけじめっていう側面が非常に強い戦いで、そこを掘り下げると何かっていうと、2人とものコンプレックスとエゴの戦いなんですよね。ナオトとしては自分が恵まれない環境で育ってきて、その中でもどうにか周りと同じ土台に立てるようになろうっていう努力を続けてきて、空手のインターハイも決勝まで勝ち進んできた中、ナオトからしたらその恵まれた環境の象徴のような達也という対戦相手が全力を出して戦ってこなかった、それによって自分が優勝してしまったという屈辱に加え、自分はその結果で同じ大学に行けたけど、結局自分はそこに行っても弾かれるような力を持っている人たちの取り巻きにしかなれないということに気づいて、すごく悔しい思いをね、何年もしてきたナオトの気持ちと、達也は浅見の家に生まれてきてこうしなさいとずっと強いられてきた環境の中で、どうにかして自分に敷かれたレールから外れた道へ行くようにって模索してきた中で、インターハイでお父さんと賭けをして、もし勝ったら自分の行きたいところに行けるんだけれども、特に明確な何をするっていうのがない中で、きっとまだふわふわしていた達也は、これに勝ったらそれはそれでどうしようっていうね、そういう迷いがある中で負けていて、その負けたことによってお父さんの決めた大学に行く、そしてその大学の中でも普段の生活においても切っても切り離せない浅見というレッテルを貼られながら生きてきたというね、この達也、これ本当に2人とものその環境にならないとわからない気持ちなんじゃないかなって強く思うし、どちらの気持ちもよくわかるなって思うところでもあって、彼らはそういう物心ついた頃からしてきた戦いの決勝戦みたいなものをこの戦いの中でしているっていうわけなんですよね。こういう言葉使うのあれなんですけども、2人ともバカじゃないので、絶対にどちらかが死ぬまでやるとか、そういった行動を起こすような人物では2人ともないわけなんですけれども、まあ、結構感情に任せて、あの日の体力のギリギリと言えるぐらいの戦いは行われたんじゃないかなというふうに感じます。2人が倒れ込んでいる時に VDEX が動き始めます。 VDEX に向かって走っていくナオトと達也、向かってくるユーリたち4人、達也と4人はまっすぐに達也のところに向かってくるわけなんですけれども、ナオトは聞くまでもないって感じだなって言ってるあたり、ナオトとしては4人が来るかもしれないし来ないかもしれないぐらいの温度感だったのかなというふうにも捉えられますし、この時にドモンがでかい組織っていうのにはコリコリしててなって言うんだけど、本当にそうだよなって思って、俺たちでやる行こうって言って、この時にナオトがおめでたいやつ多いだなって
んだけど、このセリフが放たれた後に、達也はもうタイムレッドに変身してるからあれなんだけど、ユーリたち4人がね、一人一人がね、走ってるシーンがね、映し出されるっていうのは私結構意味があることなんじゃないかなと思ってて、この回も達也と直人の物語対決っていうところにスポットライト当てられてるんだけれども、4人がね、それこそドモンが言ったみたいにでかい組織、でかい力と戦っている、4人もいろんな選択を迫られていて、4人が20世紀に来てからやってきたこと、自分たちが築き上げてきた絆、達也との絆、達也の周りにおめでたい奴らがね揃っている、一人一人が持っている個人的な目的は違うけれども、その一人一人の自分がタイムレンジャーを続けたいっていう目的が揃って5人のタイムレンジャーになるっていうね、そういうところを表すためにも、この一人一人が戦いに向かっていくっていうシーンがわざわざねカットで出されてるんじゃないかなと思っています。滝沢直人と力、第28話から直人がよくこの力という言葉を口にしていたんですが、まだ28話の段階ではあんまり強調はされていなかったので、この29話30話の解説の時に私も取り上げ始めようと思ったんですが、まだ直人の言ってる力ってどういうもんなのかなっていうのはそんなに明確化されていないと思いますが、直人にとってこの力というものは大きなテーマで、彼自身劇中何度も口にする言葉ですし、この直人の存在、直人が力を手に入れるために戦っているっていうところから、タイムレンジャーだったりロンダーズだったりね、浅見会長だったり、タイムレンジャーの主要人物全員とその人の力、それぞれがどんな力を持っていて、どんな力と戦っているのかっていうところにもね注目しながら見るとね、直人はもちろんなんですけれども、登場人物全員にとって大きなテーマですので、そこを見ながらタイムレンジャーを見ていくと面白いと思います。私もできる限り解説していけたらいいなと思っています。そして直人はまた命かけで VDX を手に入れるために戦います。そして俺の声を聞けと叫んで、ついに VDX が反応して VDX と共に戦い、 VDX を手に入れました。で、この戦いの後、直人が VDX の頭の上にピョンって飛び乗って、やったぞって言ってる時の声のトーンっていうのがね、少しというかかなりこれまでのやり取りで聞いていた直人の意地の悪いトーンとは違って、もう本当に心の底からよしっていうね感じの声のトーンであることがわかるかなというふうに思うんですが、直人にとっては非常に喜ばしいことなんですが、謎は深まるばかり。30世紀では竜也隊長が動いている、確かにという言葉を放っています。 VDX V コマンダーはボイス認証システムを搭載しているので、ナオトが手に入れた以上はナオトにしか扱えない大きな戦力となる力を手に入れた。そしてこれまで自分が会長に対して宣言してきたことを全て有言実行してきたっていうところが会長にも認められて、滝沢ナオト今日付でシティガーディアンズの隊長を命ずる。そして物語の最後、4人はねなんてことない1日を終えたような感じでトモロリサーチに向かっていて、シオンはのんきにね VDX どこに帰っちゃったんですかねなんて言っている中で、達也は本当にこれで良かったのか、ロンダーズだけに集中できる方が確かにユーリたちにとってはいい待遇だな、そんな発想自分したこともなかったっていうね、気づいて落ち込んでそういう発言をするわけなんですけれども、みんなねおめでたい奴らなので今の仕事が好きと、ユーリがトモロリサーチは達也だけのものじゃないでしょって、ユーリこんなセリフ言えるようになったのと思っちゃって、私感動しちゃうんですけど、この時のユーリの笑顔とか含め本当に優しい表情、優しいトーンで言っていて、戦いにおいても仕事においても生活においても固く言えば連帯責任、ちょっと私的な表現をすると運命共同体みたいなね、とても心がホワーっとする瞬間でございます。さて、波乱のケーススパイル28、29、30まとめでございます。アサミグループによってシティガーディアンズという民間の警備会社が発足されました。滝沢直人20世紀人が正式にタイムファイヤーとなり VDX の操縦士となりました。これによってタイムファイヤーと VDX はシティガーディアンズの管轄となります。しかしこの VDX タイムファイヤーに関連する情報はタックのデータベースにはありません。でかなり異例の事態が起きているのに時間保護局は何も言ってきません。はい、これらは私がケースファイル18、19、20の時に重要ポイントとしてまとめたものと一緒に照らし合わせて見ておくと、この物語でねいろいろ解明していく中で参考になるかなと思うので、そちらも合わせて見てみてください。本日も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。コミュニティ投稿にも書かせていただいたんですが、来週の金曜日更新だけちょっとお休みをさせていただきたいと思います。31話32話の解説動画上げないというわけではなくて、金曜日には更新しませんよということですので、次の週の解説を上げる前に動画を出せるようにしますので、どうぞよろしくお願いします。
いたします。それでは高評価ボタンを忘れずにポチッと押してください。コメントもいつも楽しく拝見しております。そして励みになっております。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もして応援していただけるととっても嬉しいです。それではゆりかでした。またねー。